少し前にですね、私は小学館の本でですね、正しいとは何かという本を出しました。まあ、これはもう、15年来になりますかね、大学で正しいとは何かということを教えてまいりました。それは我々は技術者なんですけども、技術者として正しいということが何なのかということが分からなければですね、それはいいものが作れない。例えば原発なら原発、新幹線なら新幹線、いろいろあるわけですね。まあ、技術者が単に上からの命令で原爆を作れていれば作るという時代はもう変わったという認識なわけですね。で、それをお読みになった人の多くは技術者じゃなくて、私の本を読んでですね、ああ、そうかと。今までこの前ある人に言われた、正しいとは何かと一体何だろうかと。正しいことなんて決まってんじゃないかと思って、まあ、つい買って読んだら自分が考えていることと全く違うことが書いてあったと、まあ、いうふうに言って喜ばれ、お子さんや周辺の人に読んでいただいている。まあ、ここで書く今の日本でのびのび楽しく生きる心の持ち方、これを私が言うべきかどうかと、まあ、いうことはあるんですが、まあ、べきかどうかは別にしまして、私がなぜこのようなことを書きたくなるのかと言いますとですね、現在の日本でせっかくのびのびと楽しく、明るく楽しく生きることができる人が、なぜか暗くて、まあ、ごたごたっていうか、まあ人と喧嘩したりなんかして、生活をされているのを見るからですね。ですからまあこれは私の他のですね、エネルギーだとか原発だとか、環境といったものと違って、まあ気軽に読んでいただきたいという希望を持っております。私自身もいろいろ整理をしたいという気持ちもあります。まあ、ズバッと最初に言いますとですね、まあ、いろいろな視点があるんですが、人は今の瞬間に生きることは、まあ、できないわけですね、未来だけに生きることができます。これは後で、その訳もちょっと触れますけども、まあ、今というのは瞬間的に過ぎていきまして、私たちの心には残りません。未来は私たちが常に不安、ある意味で不安に思っているものであります。国連が行った世界各国の調査で、最も多くの人が私は幸せだと答えた国は実はベトナムなんですね。で、ベトナムはですね、一人当たりの1年の所得が、まあ、1000ドル、まあ、1600ドルぐらいっていう調査もありまして、まあ、どこら辺の範囲を取るかによるんですが、それに対して日本は44万ドルですからね。まあ日本の方が40倍もしくは20倍、少なく見ても20倍ぐらい所得が多いわけです。ですから、ベトナムの人は私たちの収入よりか20分の1ぐらいの収入で暮らしていると。それはそうですね。よくベトナムで議論、写真出ますが、50cc のバイクに家族5人が乗って走っていると。まあこんな感じですから。まあ貧乏は貧乏なんです。で、こういった日本人に比べれば圧倒的に貧乏なベトナム人が、なぜ日本人よりはるかに幸福か。まあ、こういう調査ではもう日本人は幸福な人非常に少ないんですが。で、それはですね、非常に簡単に言いますと、ベトナムに行きますと多くの人がですね、今日より明日の方が良くなるということを確信していることがよくわかります。しかし、なぜそうなのかと思うと、またこれが非常に難しいわけですね。ベトナムはフランスの植民地になったわけですが、フランスの圧政の下で非常に苦しみ、ディエンビエン風の戦いという有名な戦いでやっと独立したと思ったら、今度アメリカ軍が攻め込んできて、ものすごい空爆、枯葉剤をまかれると、まあ、そういう悲惨なことをやってきたわけですね。どのくらいだったかというと、フランスがインドシナを植民地にした1887年から、アメリカがベトナムから撤退した1975年まで、実に88年間も占領され、ひどい目に遭ったわけですね。この前ちょっとこのブログでも書きましたが、私もベトナムに何回か行って、ある時にフランスの植民地時代に使った牢獄というのを見ましたが、本当にひどい、人間を殺すための独房というのがありましたですね。だから、せっかく非常にいい民族なんですが、発展することができなくてですね、非常に貧乏だと。ひどい目にあって、発展することもできずに貧乏なんだけども幸福だと。これなぜなのかということを、まず私たちはちょっと見てみたいと思うんですね。
それは明日が来ると、それは間違いなく脅威領域という確信なんですね。ところが日本流に見てベトナムが明るいかっていうとそうじゃないんですよ。彼らは工業立国を目指して大きな工業団地、私はまあそのうちの3つしか行ってないんですが、作ったんですが、それほどうまくいっておりません。その一つの原因は電気だとか道路っていう、まあ、いわゆるインフラストラクチャーって呼ばれるものなんですが、何かを作るときには道路がないとトラックも来ませんし、原料も来ませんしですね、電気が来なければ、まあ、動かないわけですね。で、政府はそのもう一つの問題は、ここはあの北と南っていうのはやっぱり北ベトナム、南ベトナムって言ったように、ちょっとやっぱり勢力が違うんで、北と南の勢力の均衡を図って、例えばまあ、書記長が北だったら、首相は南とかなんかそんな風にやってるんでですね、なかなか動きが、まあ、鈍いわけですね。それからまあ、これはいいことかもしれませんが、若い人はですね、どちらかというと農業が好きで、会社に勤めて給料が低いとすぐ仕事を辞めて、故郷に帰ってしまうという問題もあります。これがですね、日本だったらですね、もう将来真っ暗と、日本は電気もダメだし、道路もなかなかできない、なかなか民族の紛争もあるなんていう話になって、おまけにあのベトナムの通貨はドンっていう通貨なんですけど、全く信頼性がなくてですね、給料をもらって1ヶ月も持たないんですよ。だからすぐ使うものは使ってしまうんですが、その給料。それとも街の中にあの金とドンを交換する店というのがあって、まあ、そこに行きますと半分ぐらいの金額で買えてくれるんですよね。まあ、損はしますけど、一応金に変えますから、財産が安定するわけです。つまり工業はうまくいかない。政府も力不足である。若者は仕事を辞める。まあ、熱心にやらない。それから通貨は不安定と。ということですからね。ところがそんな中で 50cc の小さなバイクに5人家族が5人乗ってると走り回る人たちの顔は本当にみんな輝いてるんですよ。本当に幸福なんです。日本と全く違うひどい社会にいて、将来も見通しが暗いのに幸福なんです。なぜか。それはベトナムが必ず幸福になるからな。まあそれはベトナム人の素質もいいし粘り強いということもあるんですけど、なんといっても明日が良くなると思ってることなんですよね。思ってるってことなんです。私はまあ長らく言ってきたんですが、人は思ってることが現実になります。ですから未来が暗いと思ったら未来はそれに応じて暗くなってきますし、明るいと信じてたら明るくなるわけです。これは人間がですね、実に不思議な生物で、まあ、遺伝子、つまり本能ですね。人間は生きているという。まあ、それの情報が、まあ、10の11兆ビットと言われるんですが、まあ、それに対して脳情報が10の13兆ビット、100倍という初めての生物なんです。で、もちろんだから頭脳優先になっちゃうんですよ。体よりか頭脳は優先。意識が現実になるわけです。人間は体の調子が悪いから体の調子が悪いっていう場合もあるんですが、体の調子が悪いと思うと体の調子が悪いっていう、そういう面を持ってるんですね。で、もちろん当たり前のことで言うまでもないんですが、幸福というのはもちろん給料でも物質でもなくて、もちろん心の状態ですよね。幸福と感じるかどうかってことですから。心の状態だからもちろん年間平均所得など関係ないのは当然なんですが、どうしても日本で生活していると、幸福というのが、年間平均所得みたいに見えちゃうんですね。それに加えて、まあ、日本の新聞なんかが販売量を上げるために未来を暗く見せると、まあ、税金を取るためにまた暗く見せると、政府がですね。で、その暗く見せるってことはやがて現実になるわけです。だけどもその中で私はへこたれちゃいけないと思うんですね。まあ、国全体が暗くなっても自分だけが幸福になることができます。それは明日は明るいと自分で思うことなんですよ。いや、そんなことは非現実的だと言われるかもしれませんが、可能です。明日は明るい、俺の明日は明るい。どんなに客観的に見て悲惨であっても俺の明日は明るいと思うことなんですね。考えてみればご飯も食べれるし、よく学生を指導しているときですね、大学の4年生になってどうしても就職できない子供
学生がいるんですよ。でもう僕は自殺したいとか、もう将来が真っ暗だって言うんですよ。で僕はこう言うんですね。いやまあそれはそういうふうに思う気持ちもわからないでもないけど、街を歩いてきたらどう？一人も餓死してないよって。一人も餓死してないってことは君は絶対餓死しないよと。1億2000万人が餓死しないのに、あなただけが餓死するって言ったら、1億2000万分の1だから、そんなことになるんだって宝くじ買ったら1億円当たるよと、まあ、いうふうに言って励ましましたですね。今の日本ですと、まあまあの頑張りをすれば、普通に頑張れば、必ず食べていけます。まあ、病気で辛い人もいるし、いろんな人がいるんですが、まあまあ食べていけます。だから明日は明るいんですよ。明日は楽しいんですよね。だから明日は明るいと、今日よりかは必ず明るいというふうに思うこと、それが頭脳動物としての人間の幸福をもたらすとまずは思います。まあいろんな視点からこのシリーズをちょっと続けてみたいなと僕も思ってますので、どのくらいまで続くかどうかわかりませんが、まあ私の考え方、もしくはいろんな調査、学問的な考え方も入れながらですね、少し進めてみたいというふうに思います。